肘肘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 肘なんて声出してんだお前は。はい、まあ11時半ぐらいに起きて今ね寝起きなんですけども、まああのお腹がすごい空いてるんですね。だから人生初めての、まあ、近くにピザハットがあるんで、ピザをねよくあるじゃないですか、もう大食いとかでピザ全のせみたいな、それを初めて電話注文したいと思います。はいはい、で今からねピザ俺ね注文とかって結構怖いんですよね。いや、なかなか注文できないんですけど、やってみたいと思います。注文して、ただピザを、初めてのピザ注文でね、ピザハット、全乗せって言うんですからね。それで大食いしていくっていう動画になります。で、もし、テイクアウトっていうか、テイクアウトでしたっけ？はい、そのまま店行って持ち帰りたいんですけど、そういうのできるんですか？あ、ごめんなさい、大丈夫です。これって僕ちょっと初めてなんですけど、はい、あ、こうやって注文するの一番そのでかいやつとかってないですかね。一番大きいのがラージサイズになっておりまして、はい、12カットになっております。12切れですね。何を乗せられるんですかこれ。いろいろございますわ。もう多くの具材がございます多くの具材、はい、なんかおすすめってありますか。お持ち帰りで半額の対象の商品が8種類ございまして、はい、で、トッピングで何かつけれますか、さらに。別料金になりますがよろしいですか、はい、お選びいただければ何でもお付けいたしますが。ああ、なんだろうあ、やっぱ大丈夫です。はい、ということでモーニングピザハットパーティーしたいと思います。イエーイということでこちらサムネ用意取ります。すごいねこれやばい大迫力。こちらにしました。ビストロ4のこれ、はい、テイクアウトで 50% オフ、すごい安いよね、ラージサイズ。はい、見てください。こちらからなんだろう、ウイナーとベーコンとチェダーチーズ、はい、でこちらはまあ同じようなやつで、ここがなんだろうね、トマトとアスパラガス、トマトとアスパラガスかもしれない。でこっちがなんかね肉が散らばってるやつですね。すっげえうまそう、肉のマグマだもん。うーわー、三味一体みたいな感じで、すっごいうまそうです。はい、ということで28年で初めてピザ自分で一人頼んで買ってきました。すげえちょっと感動なんだけど、あ、もう切られてる、ホスピタリティ精神旺盛で、いただきたいと思います。うまっ。うん、これはやばい。ポテトサラダのチーズ濃厚バージョンピザ。うん。うん。うん。いや、寝起きにピザってうまいな。じゃあ次はこちらの赤いね、なんか、わかんないやつ食べたいと思います。いただきます。うん、スパイシーなトマトだ。あ、ウインナーが乗ってんだけどすげえいい味出してる。うん、でお店行ってチラシもらってきたけど、めちゃめちゃ種類あるんだね、こんなに。これうまそうだね、ウィンター4って。すっげえな、こんなピザが多い。クリスマスだからね。じゃあ次は、こちら。チェダーチーズとね、粉チーズ、パルメザンチーズがいろいろ乗ってるやつ。アスパラガスも。で、いただきます。うん。うん。
全然違う。グラタンだ。あ、すごい。なんだろう、こんだけなのにエビの力がすげえ変わってくる。タンの弾力がすごいからめっちゃ腹たまるね。なんだろう、グリーンチリっていうのもあるね。これも後でかけたいと思います。これで最後、この一番美味しそうなピザ行く前に、ジャーマンポテト。ピザ屋さんのポテトってクソうまいよね。あれ？俺の想像と違う。あ、こういうことがジャーマンポテトって。なんだよ、俺普通のポテトかと思ったのに。マジ？クソ絡みついてるんですよ。じゃあいただきたいと思います。やっべ、うめえ。なんでこんなうめえんだろう、ポテト。もう焦げてるところがめっちゃうまい。で、チーズが濃厚ね、ポテトがめっちゃポテポテポテしい。ねえ、なんですかこのチーズ乗ってるしね、肉肉しいのが乗ってるやつ。いただきます。うわー、肉肉しいな。なんだろう、あのスパゲッティのミートソースみたいな、そんな味。うわー、ほんとグリーンだ。やっば、ほんとに赤と緑でサンタクロースだね。辛くなった。あ、うめえ。こちらの、まあ、エビグラタンみたいな味がするんですよ、これ。エビグラタンと、こちらのね、なんだろう、よくわかんないやつ。一緒に、重ね食いでいきたいと思います。すっごいな、これ。あ、うまっ。合わせて食うと全然また別のピザになる。うわ、すごいよこれ。なんかの武器みたいだね、仮面ライダーみたいな。じゃあファイナル弁当いただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、おしまんぴー。はい、ということで、まあ LL ピザ、まあ全部トッピングしようとしましたけどできませんでした。でもまあね、お腹7分目ぐらいで大満足でした。ということで、プロターンズポイントプルルル100円。これは本当筋トレ好きな皆さん、はい、めちゃめちゃ筋トレして、なんかメモとかする人にすごいおすすめなアプリなんですけど、このライブラリーってやつがめちゃ良くて、まあ簡単に言えばツイッターみたいな、ツイッターの、もうほんと筋トレオンリーのツイッターみたいな感じで、まあ、プロフィールね、俺筋トレ好きな種目と書いて、まあ始めたばかりだからフォロワーもゼロなんですけど、まあこれね、タイムライン見ると、あのいろんな人が筋トレについてつぶやいてるんですよ。今日もワークアウト、肩、胸、三頭って感じです。そろそろ新しい器具が欲しいなとか、まあほんとね、モチベめっちゃ上がるんですよね。ほんと筋トレのことしかつぶやかないサイトで、で、あと、まあ、ここで自分の今日のトレーニングの、なんかその、レップ数とかをメモできる機能もあるんですよ。よく、
さ、ノートでメモったりするじゃないですか。まあそういうのをアプリでできるっていう、まあ本当筋トレ、ジムとか通ったりとか、まあ家でやってる人もそうなんですけど、本当筋トレ趣味で、なんか自分の記録を残したいって人は、まあぜひね、このライブラリー、インストールしてみてください。